障害厚生年金3級を受けておられる、中小企業の、経営者の方ですね、常勤の代表取締役様とか取締役様で、65歳に近い方の場合ですね、一度も障害厚生年金2級になったことがなくて、3級を受けておられる方の場合ですけどもね、この方の場合、65歳以降どのような年金を受け取るのかというのがですね、選択肢があるわけですよね。で、その選択肢の中であまり知られてないものとして、老齢基礎年金とそれから老齢厚生年金を、働きながら受けるという方法があります。これは従業員さんの場合はちょっとできないんですけどね、役員さんの場合限定で、で報酬、役員さんですからね、一般的には報酬が高くて老齢厚生年金の報酬比例部分は支給停止になる方が多いわけですけど、役員報酬の年間総額は変えなくても支払い方を変えるだけで、この報酬比例部分もね、現役で働きながら、もらえるという方法もありますので、そうすると障害厚生年金3級を受けるよりもですね、額がそちらの方が多いという方、がおられますのでね、そちらの方の選択肢を教えて差し上げると喜ばれることがあります。